しもし、お父さん、俺だけど。俺だけどって、理恵か。500万？せがれがよ、迷惑かけちまったんだよ、会社に。竜兵君のお父さんですか。これでよ、なんとかせがれを勘弁してやってくんねえか。おいおいおい、どこ行くんだよ。いらっしゃよ。俺の目地潰すのか。てめえらに詰めるぞ、この野郎。義理も認知をばらしねえや、まったく。買ってもらいたいものが一個あるんだよね。なんだ、ジジイが俺らに喧嘩売んのか。てめえ、ジジイに脅かされて逃げてきたってなんだよ。ジジイに邪魔されたので。ジジイどもはみんなでいたんです。ジジイが先もねえのに、ヤクザやってどうすんだよ。だったら何なんだ、ガキ。ジジイ、うわ、俺が親分だな。だって二人しかしてるもん。バカ野郎。ダメだ、隠れられねえな。さようなら。あれ、どっか行っちゃったよ。ご承知だと思いますが、早打ちのマックと申します。知らねえや。若いやつが気にならないのも分かるけど、今は昔みたいなヤクザもういねえから。はい、分かりましたよ、刑事さん。行けろ。全員逮捕。と七人の子分たち。俺たち古いのかな。古くていいじゃねえか。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマホタブレットでご覧の方は、動画説明文にあるチャンネル登録のリンクをタップして登録してください。PC、パソコンでご覧の方は、画面の赤いボタンをクリックして登録してください。商品についての記事を読む方は、青いボタンをクリックしてください。またのご視聴お待ちしております。